ちら、はい、ヒロ君41歳、はい、プロ野球選手も選手名鑑を見てますが、はい、これどこを読んでるんですか。どうなんやろね。全てのプロ野球選手の成績やプロフィールなどが細かく記載されている選手名鑑、ファンの方や取材陣に必須のアイテムなんですが、なんとプロ野球選手たちも頻繁に活用しているんです。見てください。ある時は石川投手が試合中に、そしてある時は試合前に、まるで授業を受けるように選手名鑑を開くホークスナインの姿が。一体何を確認しているのか教えて、ギータ先生。通算の成績とか、あと給料とか、うん、学校以外別に興味ないですか。逆に趣味とか身長体重とか、あ、どうでもいいです。僕はですよ、多分人それぞれ多分違うと思うんですけども、そのピッチャーの見る時とかは、あと球種とか、はい、ピッチャー見ないですね、あんまり。へー、あっただけ。そうですね、ピッチャーの成績とかもちょっとよくわかんないんで。あんまりよくわかんないんで。そうなの。まあバッターの成績とかわかるんで、まあ、見たりします。ほう。そしてなんと助っ人デスパイネ選手までも日本語の選手名鑑を読んでいることが判明。これにはたまにデスパイネ選手とか外国人の方々も見てる時あるんですけど、ああ読めてるんですか。読めてないし。顔見てんじゃないですか。あ、こういう顔ねっていうのを勉強して、うん、多分打席行くんじゃないですか。なるほど。で、やっぱマウンドパッて見た瞬間に思った顔と違う。あれ思った顔と違うみたいな。びっくりしたくないじゃないですか。だから多分そういう勉強もしてるんだと思います。打席に入ってそうそうそう戸惑わないよ。そうそうそう。あ、勉強からんですね、デスパイネ選手ね。はい。でしょうね。